どうも、こきょうです。皆さんご元気でしょうか。このザ・ファーストレコーディングは一発撮りで回数を得る内容となっておりますので、よろしくお願いいたします。乗る車両は、ドイツ駆逐戦車のティア6ブルームバーです。今、ゴールデンウィーク期間で、安くなってる。プラス、経験値が 1.25 倍になってるんで、育成中の、ワンシーンとなっております。でこのルートの特徴としては、榴弾を、超遅い速度で撃っていくというちょっとね、かなり特筆した、ルートなんですが、まあ、かといってね、隠蔽が高いわけじゃないので遠距離にはあんま向いてないし、まあ、弾速遅いプラスでね、で深くもないので、後者から撃つのも苦手というね、かなり癖の強い、どのルートよりも癖強いんちゃうかなと思うぐらい癖強いですよね。日中よりも癖が強いので、使う方はかなり選ぶんじゃないかなと思います。はい、このようにね、至近距離でも当たんないほど弾速が遅いです。めちゃくちゃで、もちろんですが、砲の性能もね、あんまり良くないです。全く良くなくて、まあパーツとしては必ず切り替えるやつが必須となってて、まあ、榴弾と、まあ、このルートの場合は通常弾になる、AP 弾になるのかな、通常弾は。今後はね、ヒートになったりとかしたり、なんか、まあ、最終は T がヒートか、かなって感じで、まあ、そういうのを切り替えながら、ダメージを稼いでいくので、必ず絶対必要かなと思います。で、他のパーツとしては、遠くから撃つんだったら、まあ、カモネットつけるか、まあ、至近距離で撃つんだったら、まあ、他のパーツをつけるみたいな感じで、まあ、どうなのな、ちょっと今の段階では何とも言えないんですが、遠くから撃つでも、どっちでもいいんじゃないかなと思います。まあ、それは戦法次第でと思います。まあ、至近距離で撃つってなっても固定ホートなんで、その撃ちに行くときに撃たれまくってめっちゃヘルスを削るっていうのがつきものなので、ちょっと僕はあんまりなんか微妙かなと思います。当然ね、距離を取って撃つのが必要なんじゃないかなと思うので、このティア8までは隠蔽はまあ良くはないですが、悪すぎもないので、遠くから撃つことをしてました。でこいつもカモネットを装着してて、まあ、一応車体はね、4号なんで、そこまで隠蔽が下がってないと、上がってないか、悪くはないっていう形になってると思います。で、一応正面走行は、それなりにあるんですが、傾斜も浅いので、まあ、同角には弾けるけど、弾けるけど、まあ、あれ、格上には必ず抜かれるみたいな感じですね。車体に関してはもうカスなんで、見せないよ。という形ですかね。で、まあ、深くは先ほどないと言ったんですが、車界も全くなくて、かなり、厳しいです、扱いが。まあ、このブルームバーに関してはまだある方なんで、このこいつに関してはまだかなり使いやすいんじゃないかなと思います、このルートでは。ただ、徐々にと、深くと、車界を失っていくので、とっさにね、ああいう軽戦車とか撃つときが全く当たらないです。はい、もう車体がグイってなって、照準がグワって広がるんで全く当たらないですね。これがもうストレスの塊ですね。これに耐えれる人はぜひこのルートを選んでみてください。今の駆逐倒したときも弾速遅すぎて時差がすごいんですが、はい、まあ、そんな感じで下手し避けれるからな。軽戦車狙って撃つのはあんまり適してないですよね、全く。撃つとしても地面を撃つ感じで、爆風が結構広いんで、HE のね。なんで、それをうまく活用して、離体を切るっていうやり方が、まあ、ベストなんで、リストと一緒ですよね。っていう形で、まあ、癖がすんごいあるんで、まあ、ゴールデン期間中ね、暇の方はぜひ、暇つぶしにやってみてはいかがでしょうか。ストレスを、抱えて、終わる頃にはまた休日が欲しいという状況になると思います。はい。
といったところで、今回はね、ちょっと選挙に関してはただただ敵があと川下って突っ込んできただけなんで、特に解説する内容もなくて、こんな感じになってますが、はい、ブルームバーに関しては、扱いするので、ここまでは、問題なく誰もが来れると思うんですが、この後の、ね、いやパンターはそこまでやけど、フェルディナントから僕は結構しんどいなと思います。特にバーは他の車両でも中でもダントツで使いづらいって有名らしいんで、ちょっとまだ、そこまで行ってないんですが、気になるところです。で、ビクトリー、ダメージ3179、アシスト174、4キル、大口径、エンバッチ。ご視聴ありがとうございました。